新学生時代にですねあのあのお金がちょっっと足りなかったんですねそれでそのうちのえっと分の3分の1はですねお金があったんですがあとの3分の1はアルバイトで行くように示されたんですね。で後その後の3分の1をね祈りで行きなさいとこういうふうに言われたんですね。で祈りに行くことにしたんですがその時に条件があってですね 足りなないいいということとととうううここかそは一切言うなとただま主にだけ求めていきなさいと主がどう働くか見ていなさいとこういうふうに言われたんですねでそれでそれで行くことにしたんですがその時にですね、まあ、ジョージ・ミラーの方を見ていて、えー、ちょっとこういうふうに語られたんですね何が語られたのかっていうと、まあ、私は死に召されて進学生として立ってるとだから主が支えるはずだと。 支えなければ、えー、とちょっと乱暴なんですけどもこれは献身をストップする種のしるしであろうとこういうふうな形でですね、えー、この語られて皆さんもやんないでください <laughs> それでやったんですがすべて支えられるというですね特別な恵みと祝福がありましたしかしこの時にですね支えられ方っていってもですねギリギリまで支えられなかったり あわやっていう感じで支えられたり特別な恵みと祝福が表されたんですねでまあその時にですね、えー、と経済的に支えられるる秘訣とのがあるんですそれは何かというと一つは「神の国と義堂を大事に求めなさい」これをすることそれとともに「十分の一ですね、まあ、不正してたらね何かしてたらダメですからそういうことをしっかりさせ十分の一を捧げる時に必要は与えられてくるということをね どうぞ覚えておいていただきたいとこういうふうに思いますそれでですね私が、えっと、お金がね新学校で30円になっちゃったんですねで日曜礼拝に行かないといけないときに、まあ、電車にも乗れないとそういう感じでですね、まあ、歩いていこうとこういうふうに思いましたそしてですね「神様は共にいる」ってハイキングだなんて最初はね、えー、そういうような感じで歩いてたんですが ま2時間ぐらいかかってだいぶ疲れてきちゃったんですね。まそれで教会についてですね、礼拝に出ました。で献金するときにね思ったんですね。何と思ったのかっていうとですね、30円全部捧げましたから、私はこの中の誰よりも多額を捧げたと。なぜなら私は全額を捧げたんだ。財産のすべてと。そう思ったんですね。でそのときね、お昼ご飯に100円のカレーライスが出てたん でこれはあの食べるまいと思ったんですねお金がないから借りたら終わりなんだから,で食,べなかったら食べないつもりだったんですが気が付いたら食べてたあ大変だと思ったんですね100円払わないといけないと100円がないと画に、ね、集め始め始たんですよねで要するに、あのー、払えなかったらね検診ストップみたいな感じで思ってましたからですね 「汗や天皇様今与えてください今与えてくださなければあ,のあなたの手が短いということになります」って会計係を避けながらですねで祈ってたんですねそうしましたらですねもうみんな腹っちゃってほとんど私しかいなくなっちゃったそしたらそばに役員の夫人がいてねちょっと出てきたんですね「秋元さんちょっと」って言われたんですねでどうしたたのかなと思ったらですね。 これって言って5000円くださったで,で、それはあの教会からの交通費だったんですが教会からの交通費っていうのはいつも同じ、えー、月の同じ週に来たんですねでもうまだやっぱかったんだあるはずはなかったんだで,でもちょうどその時に助けられてですねそして支えられていったんですねである時はですねまかし教会行ってたんですがお金がなくなっちゃった で帰良の時にですね歩いて帰らないといけない状況だったんですねで私は何とかならないかなと思って祈りながらですねいたんですけれども集会もなくなっちゃって最後に学生会だけがフォークダンスやってた別にやいたかはなかったんですがもう入る集会がなかったのでですねその集会やってたんですねそしたらですね役員会やってきたんですねでちょうど役員会を裏でやってて。 どういうことになったのかというとですねなんか夏のキャンプのお金を新学生には全員へ返金するということになった、まあ、2人しかいなかったんですけどその時にね私の,あのキャンプ費1万いくらだったと思いますが返金されてきたんですねでこれもすれすれできましたしかしですねこの中で一つ学んだのは神様は確実な方であるってことを学んだんですね